星のドラゴンクエスト実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。星ドライベントがね、神イベがね、来ました。なんと10連福引きがね、引けるっていうイベント、何回かそのこれはね、まあ第1弾なんだけど、今日5月13日第1弾で、このドラゴンの杖、王者のマントシリーズ、あとは、大天使コント、大天使ユミが、メインなのかな、メインで、大当たりかな。で、まあこれがね、まあ第1弾ということで、その第2弾、第3弾とまだ続くので、これはほんと神イベですよ。だからね、ほんとリセマラとか、ちょっとね、始めようか悩んでたりしてる人はね、始めるんだったらね、もう今、間違いなく今、これでね、何かいい装備出るまでやったりしてもいいしね。そんなことなので、今日はこちら10連ただでね、ただで回させていただこうと思います。はい、もうジェムはね、基本的にはもう得ては、メタスラセレクションもしくはルビス、ロト、天空以外はね、使いたくないんでね、こういうところでしっかり武器当てて、なんか被ったりしたら壊してスキル取り出そうかなっていう今思惑です。はい、まあドラゴンの杖出てくれたらね、すごく嬉しい。これ一本持ってるから、もう突しないで普通に壊して、ドラゴラムは、なんかにつける、間違いなく出ればね。では回します。はい、いや10連をさ引かしてくれるってすごいよね。スキップでいきまーす。頼むよ、ドラゴンの杖、ドラゴンの杖がいい。はい、忘れてたわ、このゲーム星ドラだったわ、忘れてた。まあ、とりあえずね、第1弾の無料の10連イベントのね、10連は、そんな感じで、そんな感じでゴミでした、はい、まだね、明日、13、14、15とかで第2弾第3弾ってあると思うからね、それもまた全部、動画でちょっと回していこうと思いますんで、ついでにちょっとこっちも引こうか。10連いいの出なかった代わりにこっちで2回跳ねて、うわーっていう、そのうわーっしゃーっていうくだり、そういうくだり。